飲食店でごゆっくりお召し上がりくださいって言われるじゃないですか。聞いたところで何も答えてくんないからね、これ本当に。答えたーとも書かれないしね、別に。ファミレスとか行くと、ごゆっくりお召し上がりくださいって言われるんですけど、でもあれってもう実際ごゆっくりお召し上がろうと思ってないと思うんですよね。まあ普通に次の用事もあると思うんで。というわけで、ごゆっくりお召し上がりくださいと言われた後に、どーんくらいゆっくり食ったら、早く食べてくださいみたいな感じになるのかということですね。まあ僕らも飽きてるんですけど、皆さんが、飽きずに行ってくれるんで、サイゼリアの方でやっていきたいと、はい、思います。これも結構飽きてるんですけど。いやもう対策されましたね、これ完全に。いつもの対策を。あ、これにかけて、かけてやつですよ。そうなった。あ、いつもの。あ、はい、はい、はい。あ、すいません、ありがとうございます。はい、はい。ちょっと欲しい。普通だ。え、言うでしょ。普通、普通言う。普通ね。あ、言われないまま終わるんですかこれ。俺は言いましたよ、昔バイト。何でバイトしました？ペッパーランチ。あー、まあ、言いますよね。これ食いどうぞ。もうマニュアルに書いてある。あー、そうですよね。俺も言ってましたよ。うん、ですよね。ありがとうございます。完全に冷めてる。
完全に冷めてる。もしあの次のいつも来てくられたらちょっとあの遅れるボンズボンが伸びて終わって、はい、ちょっと込める可能性があるなっていうところなんです。滑ってしまった場合だけちょっとご相談させていただきたいです。あ、わかりました。わかりました。空いてる時はまあお子様にはゆっくりしていただきたいと気持ちはあるんですけど、はい、ということです。はい、から